皆様こんにちは。今回は iPhone の Bluetooth テザリングを Android で利用する方法をご紹介させていただきます。 Android は iPhone の Bluetooth テザリングを利用してデータ通信の共有を受けることが可能です。この機能を利用すれば、例えば Android タブレットと iPhone を持っている場合に、出先などで iPhone の Bluetooth テザリングを利用して Android タブレットでインターネットを利用することができます。iPhone の Bluetooth テザリングを Android で利用する方法は、基本的には Android 同士の Bluetooth テザリング利用方法と同じ流れです。まずは iPhone と Android を Bluetooth でペアリングしておきます。次に iPhone の設定を開き、インターネット共有をタッチして、インターネット共有のスイッチをオンにします。あとは Android 同士の Bluetooth テザリング利用方法と同じく、Android の Bluetooth 設定からペアリングした iPhone 名の右に表示される歯車アイコンをタッチして、表示されるウィンドウの中のインターネットアクセスにチェックを入れます。これで iPhone の Bluetooth テザリングを利用したデータ共有が開始されます。iPhone を利用した Bluetooth テザリングも Android と同じように利用できるので簡単です。また、Bluetooth テザリングは Wi-Fi テザリングと比べてバッテリーの消費量も少ない点も利点となっています。ただし iPhone の場合は Android の Bluetooth テザリングを利用してデータ通信の共有を受ける機能は実装されていません。あくまでも Wi-Fi テザリングでのデータ通信の共有を受けるのみとなります。このほか iPhone の Bluetooth テザリングでは自動で Wi-Fi もオフになるので、実質的にモバイルネットワークのデータ通信を共有できるのみとなり、 Android のように Wi-Fi 電波のデータ通信を共有する機能は利用することができません。ご注意ください。以上、 iPhone の Bluetooth テザリングを Android で利用する方法のご紹介でした。